久保さん、おはようございます。昨日寝たの6時、7時か6時だったんでね。今起きましたね。はい。桜井翔一さん、やっぱすごいですね。やっぱ、すごいな。はい、ま、ああのー、久保さんの言う通り、僕もね、喋りづらいことがあって、それは何かっていうと、 以前セミナーやった時に、休憩時間か、参加者の方にですね、貯金いくらぐらいあるんですかみたいな、言われまして、まあ借金あったんですけども <laughs>、貯金なくて借金あって、まあ先生としてね、こう、喋ってるわけじゃないですか <laughs>。いや、あの、ご想像にお任せしますっていうね、それでスルーしてたんですけども。 まあ言えなかったですね、その時はね。うん。まあ今ね、言、全然言って,言ってるし、言えるようになったんですけど、まあ、言えないこともまあありますよ。でも、僕言ってみて思ったことが、言った方が最強ですね。<laughs> やっぱそれ、だからだ本当に借金ある男から商品ね、買う人いいのかなっていうものがあったんですよ。うん。だけど、言ってみてよかったです。<laughs> まあ実際に、まあそれがね、 きちんと出るのか今日と出るのか分かんなかったですけど、結論、あの、売れたんで。<laughs> まあ、売れてなかったら今僕い、こんなことしてないですからね。はどっか、あのババ、バイトしてないでダメですからね。うん。そう。まあ、これはね、レベゼン地球さんもそうなんですけど、なんか、借金しまくってね。で、結局、ペペドーム。ペペドームで、なんか、 ドーム公演ですかそうですね。うん。だからなんか、な,なんだかんだやっぱ結局、あの、レビィン地球さんもね、めちゃめちゃ借金して失敗して、それでもまた失敗して、また騙されて、また騙されてみたいなの言ってて。<laughs> やっぱね、その物語を言う方が強いっすね。うん。結局、隠すよりかは。うーん。 やっぱ自分の失敗とか、みんな失敗したくないとか、みんなその、なんだろうな、恥ずかしいことしたくないとか、あ例えば絵頭2時50分さんも、あの、今年だったかな今年ま、YouTube デビューして結局ね、嵐の次に最速で100万人いったみたいな。じゃあ、絵頭2時50分さんって、恥ずかしいことしかしてないですよね。それを、 さらけ出してずっとやってたと思うんですけど <laughs> ジャニーズの次に最速で100万人みたいなね <laughs> どういうことやねんっていう話なんですけど、うん、やっぱだから、うん、そう大事ですねうんだからいい以前そのジャッキー・チェーン僕好きだったんですけどジャッキー・チェーンってあのすごい事故してるんですよでも本当に死にかけてて あのなんだもう全部骨折るぐらいなんかとりあえずすごいあの事故を現場で起こしてるんですよでそれなんで事故を起こしてるかっていうとジャッキー・チェーンってもうスタントをね全く使わないんですよねで全部危険に飛び込んでって自分でやってでそれでその現場で事故ってでそういうその転落してなんかそういう事故に遭ってるんですけどでそっから奇跡の復活して。 だからな,なんでそのまあまあしかもジャッキー・チェーンって最終的にハリウッドまで行っちゃいましたからね <laughs> うん普通のなんだろうな普通の人だった普通の人だったらって言うとあれかもしれないですけどなんだろうなうんまあ映画俳優目指す人なんて5万人いるじゃないですかでその中でなんでねしかもよくわかんない人なわけでしょ 最初ななんかはんでハリウッドまで行けたのかっていうと多分まあそこでしょうねそこが違ったんでしょうね他の人と、うん、もう全部自分で身をさらして危険をさらしてやってって、まあ、命張ってたっていうね命の張り方ですよね、うん、だからその麻雀で言うならば赤木赤木福元作品で赤木っていうのがあるんですけど 赤木はね、命張れるんですよ。<laughs> てか、命を張ることに対しての恐怖心があんまりないというか、も、ま、う、あ、それを楽しむというか、だから勝てるというかね。そう。なんかもうすごいんですよね。<laughs> なぜそんなの言って撃てるんだ赤木赤木そこでなんでそこを撃てるんだみたいな。何を考えてるんだ赤木みたいなね <laughs>、ナレーションがあるんですけど。な多分桜井翔一さんとかもいろいろ行き着いた結果、多分張れる男なんでしょうね。なんかね。多分。 そこ張るみたいな。でも、常軌をした一手をね、打てるはずです。<laughs> 普通の人じゃ打てないものが打てるはずですね。それは何でかっていうと、多分、その桜井翔一さんのその言葉に集約されてるんじゃないですかね。言ってらっしゃい。